ったのかな。あ、僕も入る入る入る。ちょっとじゃ あ, 僕も歌を歌いたい。今日の歌をちょっと自分も歌う。パイロット逃亡した？いやー本当に TPP ですねこれはね。いい感じじゃないですか。これが立ち上がることができたらね。しかも小島くん腹が出ている。皆さん小島くんの腹に注目。ね。小島くんはこれでもね昔はスリムだったんですよ。本当。で活動家を何年かやってるうちにどんどんデブってしまったんです。なぜなんでしょう。いやでも俺はもともとデブだよ。歌わなくていいから、歌わなくていいから。なんだ、みんなが。なんだ、お前か。どうですかこの TPP ちゃん。結局立ち上がることができず。あ、そうだ。工学屋さんとしてぜひ石鹸についてアドバイスしてあげてください。何これ切るの？切れなかったんだよ。立ち上がることができず。あ、自戒したんだよ。鳥人間コンテストみたいに真っ二つになった。あらら、ありがとうございます。意外なもんってできた。意外なもんってじゃないよ。予想されるべきことだよ。意外だったね。ちゃんと組み立てれば大丈夫なんじゃない。設計は間違ってないことはそうなる。いや根本的に間違ってるよ。何言ってんだ。強度のこと考えるよ。強度のこと暴走さないかんかったんじゃないの。俺も同じこと思ったんだからね。そうだよ、暴走してそれを紐でくくるんだよねえ。結局崩壊してしまって TPP じゃ発信できず。なんだ今日サイレントデモやるとか言って。あ、でもお面はあるからやるか。やるやる、絶対やる。今日はデモやる。あ、やるやる。しどうする小島くん、これは置いてくのか。これはちょっとな。いや、ほらほらほら、ここに書いてくれるうちに。あの、せめて脇に寄せようぜ。あのみんな写真撮ったらもうこれはちょっと壊すのか。あの、一回忘れていただいて。配らないとやっぱりバレンタインだから。